大丈夫？痛いな。どこが痛いの？あばら、ここ。あばらが痛いの？ここが痛いの。今日病院行って聞いたらね、子宮がここまで来てるから圧迫されてしょうがないですよ、だって。子宮が大きくなってるからあばらが痛いの？そう、押されて痛いな。右だけ痛いな、あばら。右だけ。最初の方はね、ピチピチって言ってた。痛いな、これ。ここ。あばらの骨？あばらの骨で。骨？コルセットとかつけれないの？だって押されて痛いならコルセットつけたらよく痛くない？しんどいね。上向くと仰向き気持ち悪くなるから横向かないと。今仰向けになったな。なった。あかんよ。なっちゃった。あ、痛い。痛いね。どうして紹介痛くなる？歩いてても痛いし。そしてね、心臓がパクパク言い出すんだけど。心臓？パク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 。心臓も痛いの？心臓は動悸がする。動悸？血圧？だから高くなんだよね。パク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 。痛い。痛いな。でもね、医者はしょうがないよ、だって。しょうがない。骨の痛みはしょうがない。しょうがないんだ。まだ6ヶ月だよ。こう、もっともっと大きくなったらいろんなとこ痛くなるんだろうな。あばらはどんな人が痛くなりやすいの？小柄な人がなりやすいって。確かに私は153センチしかないから、お腹のその容量もちっちゃい。容量ちっちゃい。圧迫されやすいですよって言われた。上にも下にも横にも。子宮が大きくなると負担が大きいってこと？なんか最近一気にお腹大きくなったからさ、横もさ、この横もさ、ピシピシピシって痛い時あったの。横も。あ、うん。確かに、ここに二人いるから。横なると楽？うん。そうでもなさそうよね。だって休んだらいい、楽になるもんでもないじゃん、子宮膨らんでるから。どうすればいいんだろうね。痛み止めとか飲む？カロナールとか。薬に頼りたくないね。我慢。我慢するとあばらどうなっちゃうんだろう、これ。神経痛みたいなのかな。圧迫されて？まあ、ひびが入るわけないだろうから、神経がいってやられそうなんで。伝統系取れないけど見てみたい、ね、どうなってるか。どのくらい押されてんだろ、胃がここにあって、だからしかしお腹空いてご飯食べたいんだが。なんか持ってきてあげるね。動物園みたいな。餌付け。良くなってほしいね。これは生まれる前までどんどん痛むものでしょう。妊婦、双子、妊婦、あばら痛いって調べて出てきたよ。痛がってたよ、みんな。痛がってる人、やっぱりちっちゃかった。140何センチとか150センチ前半の人が多い。痛い。そのようだ。とりあえず、ご飯持ってくるね。何持ってきてくれんの？魚肉ソーセージ。キャベツ丸ごとかと思って。そんなん食べれへんよ。行くよ、そっち。ゆっくりしてね。
サージ良くないのかな。ないです。